やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。高健鉄でございます。今回は大人気シリーズ、皆様の人生と食卓を彩る副菜シリーズでございますね。これ添えてで、今日はもうシンプルなこのごぼうを使ったサラダ、ごぼうサラダでございます。もう箸休めにもおつまみにもいけますので、ぜひ作ってください。ではごぼう、さっと洗っていただいてですね、表面こんな風に包丁のこの背の部分でこのようにこそげます。こういう感じで、もうざっくりでいいと思うので、こういう感じでこうまだらになっても全然いいんですよ。こそげすぎるとね、風味が飛んじゃいますから、こんな感じでやってきれいに洗ってください。でこのちょっと根元の方がちょっと汚れとかあるので、ちょっとだけ切ってもらってですね、今回、ごぼうのサラダ、シャキッとした食感を生かす切り方をします。 5センチぐらいかな、棒状に切ります。で繊維に沿って縦に切っていくので、一旦こういう感じで切る。でこう倒すと非常に切りやすくなるので、このまま薄切りにしていきます。こういう感じで、いやいや、こういう感じで、でその後はトランプみたいに並べ、細切りにしていきます。これがシャキッとしたごぼうの食感を生かすいい切り方ね。こういう感じでどんどん切っていきたいと思います。でさっと洗いますね。では全部こんな感じで細切りにしましたので、さっと洗っていきたいと思います。でこっからポイントです。繊維に沿って縦に切ってシャキッと感を生かすっていうのがもうポイントなんですけども、こっからさらにポイント、このままではなくてさっと茹でます。茹で方なんです。今お湯が沸いております。ここにお塩、ここまでは普通ですよね。先にお砂糖を入れます。これポテトサラダのじゃがいもを茹でる時の、お砂糖を入れて茹でるのと同じ原理ですね。先にちょっと下味的なものを入れちゃいます、ごぼうに。でお砂糖もそうなんですけど、この今から入れるお酢もこのアクを取る効果とかございまして、非常にごぼうのえぐみが取れて食べやすくなるんです。はい、茹でる時に塩、お砂糖、お酢を入れて茹でる、これがポイントでございます。このシャキッと感は残しつつ、火もちゃんと通って、しかももう下味が入ってるので非常に味が決まりやすくなるんですよね。要は美味しくなります。こうやるとこれぜひやってください。ごぼうが生まれ変わります。いい感じで飛びまして、こうマイルドな酸味がつくというのもいいんですよね。サラダなので酸味も大事でございますから。ではいい感じになりましたので、ざるにあげたいと思います。よいしょよいしょ、さっと切ります。はい、あとごめんなさい、うっかりしたけど水捨てる前に、ごぼうの火の通り確認してください。もうシャキッとしてるけど中に火が入って、下味もいい感じでついてます。でこれ大事なのが、ざるにあげまして、今からまたさらにドレッシングにあえるので、しっかり水気を、しっかり水気拭いてください。ちょっと熱いので気をつけてね。これ大事、しっかり水分が残るとどんどん水分が出てべちゃっとなってしまいますから。 OK、 ではしっかり水気を拭きまして、まだ熱いです。ここの熱いところにどんどん調味料を入れていきます。お砂糖、さらにお砂糖でちょっとコクを出します。醤油で味を引き締める。で先に熱いうちにお砂糖と醤油でさらに味を染み込ませる。ごぼうのサラダってね、ごぼうにちゃんと味が絡まないのよって
言われる方多いので、これやってください。で、熱いうちに入れることでしっかり味が馴染みます。おマヨ、ベースはやっぱりおマヨですよね。おマヨ入れます。で、混ぜちゃう。あったかいうちに入れるとしっかり味が入るんですよ、ごぼうにもね。で、さらにすりごま、この出てくる水分をキュッと閉じ込めてくれるいい役割がございます。香りももちろんいい。この組み合わせ最高ですよ。ほら、しっかりごまが絡めてくれるんです、このおマヨたちをね。で、このまま食べてもいいんですが、今回もオプション発動します。おっと、オプションわさび。で、これね、みんなこんな量いいのって思われると思うんですが、これたっぷり入れてください。わさび、これあのね、あの量入ってもね、全然いいんですよ。風味が少しだけ残って、あれね、もっとわさび入れたいってなると思うので、ちょっとまずは加減していただいてもいいと思うんですが、たっぷりがおすすめ。よっしゃ、盛り付けましょうか。はい、もうガサッと盛ります。で、仕上げにさらにトッピングのすりごま、これで完璧でございます。あっちゅう間にできました。これ添えてごぼうのサラダでございます。いや、美しい。それではいただきます。これね、地味なんですけど、地味っちゃ地味なんですけど、お味が最高ですよ。いただきます。うん、このシャキシャキしたごぼうに染み込むこのソースの美味しさ、ごまの風味、あとね、あれだけ入れたわさびがほんのりだけ香るの。これこの配合でぜひ試してください。副菜としてはもちろん、もおつまみとしてもいけます。もちろんお弁当にも大活躍ということで、最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。